ゲンガ。改めまして、どうも、アイチです。来月、あと1ヶ月でですね、私、丸8年なんですよ、YouTube 始めて。約8年が経ったんですが、おそらくこの8年間で一番じゃないかな。はじめ社長さんとコラボさせてもらったのも同じぐらいの事件が、私ハイチ今 YouTube、まあ、Google さんのですね CM に出させていただいてます。で実際のリンクをね見させてもらったら、まずヒカキンさん出てるんですよ。これ出んのって思って見て進めてったら、わし映ったやないかって思って、でしかも自分の後にローラさんなんですよ、芸能人のね、あのローラさんですよ。なのでもう実質ヒカキンさんとローラさんとコラボしました。っていうのはねちょっと言い過ぎですけど、まあ、ステイホームをこう呼びかける動画にですね、そのヒカキンさんローラさんと一緒に出させていただくと、本当に大変光栄なポジションをねやらせていただきました。で正直あのメンバーの中になんでお前がいんねんっていう方が多いと思います。正直そうです、世間的な声を言ったらそれが正解です。8年前なんてね、全然その YouTube でなんてがなかった時期からやってて、でコツコツ続けて教科書通り学校のサポートができてる、そういう評価をすべきチャンネルだというふうにおっしゃっていただいて、でプッシュしていただき、あそこに出させていただきました。本当にただただ嬉しいです。そしてこうやって評価していただいたのは、もちろん見ていただいてる皆様の力があってこそです。何度も何度も言いますけど、もう1年目とかめちゃくちゃボロクソにもうサンドバッグ状態だったので、その中でもちょっとまだね、当時は少なかったですけど、勉強分かるようになりましたとか励ましの言葉をいただきて、それがだん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 増えて、それをエネルギーでずっと続けてこれたので、改めてありがとうございます。そして自分よく頑張ったと思います。何日間かはねテレビの方の CM で流れるようなので、ぜひ見かけた方はなんかスクショでも撮って、自分のツイッターに送ってください。私まだ見かけてないですよろしくお願いします。再度になりますが、本当にここまで応援してくれてありがとうございました。なんか終わるみたいになってますけど、終わらないですよ、まだ続けていくんですが、これからもね改めて気を引き締めて、いろんな方にまだ見てもらえてる立場だと思いますので、改めて気を引き締めて一本一本大事に動画撮っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。